今までさ、何回か出たじゃん、デロリアンの感じ。2回か。2回出て、今回エクシードモデルのデラックス版ということで、なんと、光るんだって。まずは、パカリス仕事開けまして、ブックレットさ、おー、慎重にこの紙、光ってる！デロリアンが、もうなんかデロリアンがさ、光るってだけでもう感動だよね。デロリアンが光ったなー、バックトゥーザフューチャー。プレミアムガチャ、1回1500円のガチャなんだよ。プレミアムガチャポンってやつで。ラインナップが全部で3種類ありまして、1のデロリアン、2のデロリアン、で、3のデロリアンと、ヘッドライトの光らせ方。点灯スイッチは商品の底面に設置されていると。で、このスイッチを入れるとデロリアンが光るということですな。うわ、すげえ楽しみだね。エクシードモデルデロリアンタイムマシンデラックス、デラックスになって、さらなるパ、しかもね、光るだけじゃなくて塗装はフル塗装になってるんだって。ボディでも銀も全部フル塗装だし、ちょっと見てみるか。このボディのね、シルバーのカラーも全塗装、ほら、塗装全部塗装されてるんだって。おお、すげえ。なんか前のさ、エキシードモデル、まあこっちデラックスだから当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、マジで物が全然違う感じするよね。うお、すげえ。かっこいい。エクシードモデルデラックスのデロリアン。細かい作りとかもすごくない？これ。おお、で、ここにあれだね、雷のパワーを取り込む装置を取り付けるわけですな。で、その前に、ここに、ほう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 、つけまして、そして、こっち側、前のこのね、パーツもつけて、とりあえず本体は、まだタイヤつけてないけど、これで形はできてたね。すげえ！で、ここに電池が入ってるってことだよね。タイヤはね、下にはまってるから、このタイヤを取り外しまして、で、この、あれね、このパーツもつけなきゃいけないので、全部外して、これでパーツは全部、取り外し。なんかこのケースにさ、カプセルにパーツしまえるっていうのがなんかいいね。パーツをセッティングできるっていう。で、まずはタイヤを全部ね、タイヤもちゃんとさ、回るのがいいよね、タイヤもね。おー、かっこいいなー。で、これ一応デロリアンの本体は、あ、そうだそう、ごめんごめん。これつけないんだね、このパーツ、この後ろの。あとはね、もちろんのことながら、扉もね、開きますと。素晴らしい！もちろんこっち側も開きますと。扉バッチ動くんだよね、こう、開閉可能になってて。あと、次元的装置とかはまあ見えないね。つうか、ないね。この辺にあるやつ。ビーって光ってるやつね。なくて。あと、中の細かい月はそんな変わってないわ。あと、最後にね、この雷のパワーをね、ここに、ね、穴が開いていくから、そこにただ差し込むだけなんだけど、このようにセッティングして、これで、おー！完成！あとはタイミングを合わせて、ね、雷のパワーをね、この次元的装置っていうか、デロリアに送って、帰ると。でも帰った瞬間にまた戻ってくると、あの時のドクドクはすげえいいよね。あれ？今お前帰ったばっかなのに、なんで後ろからみたいなね。あのシーンすげえ好きで、ここまではまあ、一応、まあ、前回と同じっていうかさ、こっからが醍醐味でね。こっからがまず醍醐味で、ここのひ、あのスイッチをね、入れると、わあ、すごい光った！トゥルルトゥ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 ルトゥルトゥトゥトゥ、すごいよ。おお、すげえ。やっぱ光るってだけ違うな、全然。デロリアが光ってるよ。これは1500円だわ。これは1500円のクオリティだね。すごいよ、ほら。デロリアが光ってる。わあ、かっこいい。ちょっと光らせとくか、このまま。で、次が2のデロリアンで、こっち2の方はこっちに入ってる。2のデロリアンかっこいい。やっぱホバーモードがさ、すごいかっこいいよね。空飛べるからね。あと、ミスターフュージョンもつくから、後ろに。ミスターフュージョンも、ちゃんと再現されてるはずなので、パーカレス仕事開けました。これ2だよな。もう先にね、中身ね、見て確かめといたんだよね。これが2で、これが2だ。ミスターフュージョンがあるから、もう間違いなく2だね。これが2のデロリアン。まずは先ほどと同じように本体を置く。おー。次の、まあ、でかい、あんま大まかなところは変わってないんだけどね。ちょっとしたデザインとかはまあ、あれだけど、やっぱミスターフュージョンが作っていうのが熱いよな。ゴミ入れるシーンとかマジ熱いよね。あそこ何回見てもかっこいいもん。コーラも、ジュースもさ、最後缶ごと入れてさ、あれまでもエネルギーに
してしまうというミスターフュージョンの凄さね。あとなんといっても飛べるっていうのがいいよな。2のデロリアン飛べるからね。おお、すごい完成。もちろんね、開きは背負うダム。そんなやっぱ顔ぜ、あの全体的なさ作りはそんなに違ってないよね。いやすごい、ライトがちょっと、おーすごい、やばい、マジ光るのすごいいいね。ただ2はあのもちろんね、ホバーモードも可能だからね、ホバーモードも可能だし、まずはミスターフュージョンつけようぜ。これミスターフュージョン、やっぱ2のねえデロリアン、これが重要だからな。ここパカッと開けてさ、これすごいよね、ほんとね。うおー、できたぞ。ミスターフュージョンもつけて、これで2のデロリアンが、あとこれ2のデロリアンだから、もちろんね、ホバーモードも可能ということなので、ホバーモードにするときはね、ここについてるパーツを全部あの取り外しまして、このパーツを使うんだよね。このパーツを取って、まずあのタイヤを取りまして、ここにこのパーツをつけてね、でタイヤをつけることにより、このホバーモードにすることができると。こんな感じね。よっしゃ、これで、最後のね一つつけて、これでホバーモードのデロリアンということで、いやーかっこいいなー。なんかおもちゃっていうか、チャッチい感じしないもんな。チャッチから、前回のやつは、まあ、ボディの色とかも塗られてなかったし、あ、まあ、ちょっと写真載せるかな、これに。これが前回のやつなんだけど、チャッチいよね、比べてみると。全然違くない。まずあのこの窓ガラスが黒くて中見えなかったんだけど、今回クリアパーツになっててさ見えるし、あとボディのやっぱ塗装って重要だわ。全然違うもん、ほら。すごいね、こっちもおもちゃじゃん。こっちのガソのやつ。完全、まあ、これも おもちゃなんだけど、一回500円のガチャとはいえ、こっちね、あの画像のやつ、前のやつね、一回500円だったから、一回500円のガチャとはいえさ、ちょっとチャッチい感じするような、やっぱこう比べてみるとね、色塗ってないからね、今回のもうがっつり、フル塗装、ボディがフル塗装されておりまして、こうテールランプ、俺メタリックカラーで塗られてて、ここもクリア、ま、あの、窓が全部ね、クリアパーツになってるから中身がこう見えるって、黒、なんか前回の黒くなっててちょっと嫌だったんだけど、今回クリアパーツになってるからね。いやー素晴らしい。それでは、最後に光らせて、さっ、おーすごいわ。やっぱ光るって最高だね。あのデロリアンに命が吹き込まれてるよ。命が、デロリアンが生きている。これあのただスタンドがないから、こう浮かせてディスプレイとかできないから時間置きになっちゃうんだけどね。これディスプレイ欲しいな。浮かせてこう傾けてさ飾ったりしたいよね。これで1、2のデロリアンが揃いましたと。そしてこれが最後のね3のデロリアンということで、いやさすが1回1500円だわ。全然違うね、前回の1回500円のと。もう窓ガラスが本当クリアになってるだけでも全然違うと思うわ。そしてフル塗装でしょ、全身ボディがフル塗装で。まあ、なんといっても光るところがポイントだけどな。光るのがすげえわ。もう何回も言っちゃうけど、光り輝くってやっぱいいな。光り輝くって大事だわ。で、これが3のデロリアンであると。3はこの前のね、フロントのところがすごくあの特徴的な装備になってるから、そこをちょっと楽しみたいやな。後ろのこのパーツ、排気口だね、この排気口のパーツも取り付けて、ミスターフュージョンもつけたでしょ。バッチだよね。完璧だね。おお、ほんとなんかもう見た目は完璧だよな。中身がね、ちょっとね、あの、やっぱ残念だけど、せめて次元停止装置はつけててほしかったよね。ここ、次元停止装置。それがタイムサーキットはちゃんと細かく。授業じゃタイムサーキットと次元停止装置は。あと中身が完璧なデロリアンも。1500円だからそれぐらいもね、なっててもいいような気がするけどな。でも見た感じは締めて、見た感じは完璧だよね、ほら。すげえ完璧。この特徴的なフロント部分のね、このあの、なんつったっけな、名前。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、あ、ビッグチップだ、そう。マイクロチップに対してのなんか、ビッグチップみたいな。でかいからね。でかいチップっていうことで、多分そういう名前がついたんかな。こう、でかいね、このフロント部分の、これ、装置がすごく、やっぱ3のデロリアンって感じがするよね。あとあの、車輪のところ、あの、車輪もさ、あの、自力で140キロ出せないから、って機関車で押すから、ここも一応車輪の3のデロリアンだね。どっからどう見ても。で、この3のデロリアンも、もちろんのことだから、光るとき、おー、すごいなー。いや、マジ完璧だわ。見た目はほんと、ね、マジで完璧。あと中身だね。中身も充実してくれれば、ファンからするとすごく嬉しいなと。1、2、
この、やっぱこのホバーモードのさ、ホバーコンバージョン、飛行機能のさ、デロリアン俺一番好きだわ。空飛べるっていうのがマジでいいね。1から始まり、1のデロリアン、2のデロリアン、3のね、デロリアンということで、いやー、やっぱ光るっていいわ。ちょっと、暗闇でちょっと見たいね。光るデロリアンを。おー、しかも結構光が強いっていうのが面白いよね。光結構強いんだよね、これ。デロリアンの光がかなり明るい。素晴らしかったなぁ。まさかここまで光り輝くな、もっとうっすら光ってんのかなと思ったんだけどさ、かなり光ってて、光が強いからびっくりしたわ。ほら、すげぇ。3デロリアン、1デロリアン、2デロリアン、ホバーモード。すごいなぁ、かっこいいなぁ。やっぱ2からこのミスターフュージョンがついているのがいいよね。ミスターフュージョンね。いつできるのかミスターフュージョンみたいなものは2015年から帰ってきたドクがもうつけてたから、2015年にはもうあるはずっちゃ、まああってもいいような気がするけど、2015年だともうとうの昔に過ぎちゃったよな。まだまだ科学の進歩はあれだね。俺らが生きてるうちにはやばい革命は起きないんかな。とりあえず重力操れるさ、なんか装置とか作ってほしいよね。自由に空飛べるようになってほしいなと。で、車につけたらデロリアンのホバーボードみたいになるしね。いやー、かっこよかったね。やっぱデロリアンかっこいいわ。車型のタイムマシンっていうのが熱いよね。これあくまでやっぱタイムマシンだからさ、もう車型のタイムマシン。そこがやっぱ熱いね。ドラえもんみたいなさ、タイムマシーンもまあ、可愛いっちゃ可愛いけど、車のタイムマシーンっていうのがね、スピード出していくっていうのがなんかリアルでいいなと。まあそんな感じになりそうだしね、本物のタイムマシーンもよくわかんないけど、スピード出しまくってボーンって消えるみたいな感じはすごくいいなって思うわ。ということで、今回は1回1500円ガチャのね、デロリアンの、光るね、デロリアンの開封レビュー。どうでした？みんなもぜひゲットして光らせてみて、この光り輝き声を見てみて、デロリアンのめちゃめちゃ興奮するわ。これはやっぱ光るっていう、あとね、全然前回のと違うからね、フル塗装、まあ、さっきも言ったけどフル塗装で細かいところも全然違うし、あとは内部だな、内部をもっと細かくしてほしいなと。ちょっと最後にさ、全部ちょっと消してみようかな。全部暗闇にして、おーすげー、マジこれ、いやすっげー明るいわ、こんな明るい、やばくない？デロリアン。マジでこれ、こうやって撮ってたらさ、普通にリアルサイズの車って思えない？リアルサイズの車みたいじゃない？人間のサイズがこんくらいでさ、模型とか置いといたら見間違えるかもしんねえ。すごいリアルだったなぁ。めっちゃ明るいわ。向こう側に向けるとこんな感じ、ほら、めちゃくちゃ明るいでしょ？めっちゃ照らされてる。ブー、デロリアン。おー、すげえ。超いい感じ。暗闇で、光らせるとこんな感じになる。本読めるね、この明るさね。めちゃくちゃ明るいわ、このデロリアン。